俳優の岡田純一が8月31日、日本時間9月1日、米、ラスベガスで行われたブラジリアン柔術の、ワールドマスター柔術選手権、に出場、マスターさんオビライトフェザー級で1回戦を判定勝利で飾ると2回戦となる準々決勝では検討もクロスチョークで1本負け。柔術ナビの X、ツイッター、が速報すると、多くの賞賛の声が並んだ。 写真と動画で解説、岡田が一本負けしたマウントからのクロスチョーク。対戦相手はアンドリュー・スティーブ・シラフタ、GF チーム。試合は岡田が引き込み、そしてベリンボロに行きバックを取ろうとするが、アンドリューが立ち上がり惜しくもポイントを逃す。その後アンドリューが引き込みからのスイープを決めるなどポイントを重ねる。そしてマウントからのクロスチョークを狙うアンドリュー。 何度もディフェンスしていた岡田だったが、見事に極まり岡田がタップ、一本負けとなった。柔術ナビの X のコメント欄では、トライフォース柔術アカデミー総代表早川光吉が、初試合が茶帯でワールドマスター選手権。多くの先生が述べられている通り、一回戦を勝つだけでもすごいことです、とし、次戦に期待しております、と評価した。その他のコメントでは、岡田師範お疲れ様でした。 岡田文化生の誇りです。準々決勝まで行った岡田師範。すごい、とワールドマスター選手権の茶帯の部で準々決勝まで行ったことを多くの柔術仲間やファンが称賛した。